はい、皆さんどうも、おはようございます。またちょっと今撮ってたんですけど、スイッチ押してなかったのでちょっとね、もう一回撮り直してます。7時51分ですね、12月5日の。はい、今日は水温計またちょっと忘れてしまって、2日連続忘れてしまってちょっと申し訳ないですね。で、家帰って探したんでもなかったんで、ちょっとね、水温計もう一個買ってみようかなと思ってます。バッグはやっぱり毎回ちょっとね、ビッグベイト用と普通の釣り用とね、分けてるんで、水温計いちいち移動するのめんどくさいんで、もう一個、買おうかなと思います。なのでちょっと今日も測れないんで、ちょっとね、水温計知りたかった方、ちょっと申し訳ないです。で、濁りの方は昨日よりちょっと 10% ぐらい改善した感じで、ちょっとグリーンがかった感じの濁りですね。茶色系からちょっとグリーンがかった感じに変わった感じで、こう水深多分 1.5 ぐらい今あるんですけど、岩が見えてないんで、まあそれなりに濁ってるんで、ね、ルアーのこのね、見切られにくさっていうのはちょうどいいぐらいかなと僕は思いますね。もっと濁ってる方がね、好きっていう方もいると思うんですけど、はい。そしてね、登録者数様の方が、まあ、ありがたいことにね、まあ、もうちょっとで3000名様にこう生かしてもらおうとしているんですけども、ありがとうございます。そしてまあね、もう毎回動画上げさせてもらってるんですけども、毎回毎回3000人の方がね、こう見てくださってるっていうわけではないんですけども、もちろんね、その以上、登録者数3の人数以上に見てもらってる動画ももちろんあるんですけども、ね、やっぱそれなりに、こう、この辺のね、ワンオークエリアの方が多いと思うんですけども、やっぱこう、毎回上げるために1000回とかね、2000回とか見ていただいてるってことは、それなりにね、影響力が、あるかなというふうに、狭いエリアだと思うんですけど、ありと、改めてね、しっかりと責任を持って、これから冬になって厳しくなってきてね、旧江戸川もちょっとね、釣れなくなってくるかもしれないので、まあ、いろんなところにね、ちょっとこう遠征っていうかプチ遠征みたいなのもしようと思ってます。で、新たなポイントを行くたびにどうしてもこう、まあ、その地元のルールだったり、まあ、駐車場だったりね、いろいろと、責任がまた変わってくると思いますので、その辺こうたくさんの方に見てもらっている動画ということで、再認識させてもらって、またもう一度気を改めて、しっかりと動画作りの方をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとね、迷惑かけた方もいらっしゃると思うんで、本当に申し訳ないです。はい、ということでね、またちょっといろいろと、なかなかね、釣りの世界っていうのも、そのリスクの割にはね、いろいろとルールが結構ある世界なので、ちゃんともう一回、引き締めて、何回も言うようですけども、初心に帰って、初心に帰ってるんですけど、ね、こう1年以上やってきて、どう変わってきたかっていうのもね、しっかりと把握して、これから動画作り頑張っていきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いします。はい、すいません。では、お願いします。ちょっと待った、もう一回説明することになるんですけど、スーパーサミーですね。で、風が 2,3 メーターぐらいあるんで、今この中とかちょっとチェックしたんですけど反応ないんで、ちょっと沖の潮目をメインで狙ってます。今日はね、バルバルにセルテートで来てます。で、アングラーさんがあのこっちより上流側の岩ゴロタエリアはいらっしゃらなくて、 H の方を下見ていくと1名で、餌釣りの方が1名いらっしゃって、で、臨海公園の方はここから見る限りだと僕の視力で言うといないですね。多分寒いのかもしれないですね。あっち風がバーってくるから。浦安側も少ないですね。ちょっと今影でちょっと見えにくいんですけど、多分全然、多分5名いないんじゃないかなっていうぐらいですね。さあ、どうするかだな。この押したよね。押してるね。このね、あのトップウォーターにて反応がない場合、じゃあどうするかってなった時に、僕がちょっと、ね、昨日思ってたのが、このボラのベイトが大量にいる中にフランキーとか、あとサイドプレスとかをボーンってぶち込むか、その端っこエッジの部分を通してきて、ちょっとね、ドカンと来たらいいなっていうイメージで持ってきたんですけど、ちょっとね、いなくはね、いないんですよね、今
沈んでるのかちょっとわかんないですよ。いつもだったら沖にピチ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 いるんですけど、それもあんまりないですね。たまにちょぴっと跳ねますけど、圧倒的に数が少ない。どうしても早くトゥイッチしちゃうな。まずこっち。あー、これダメな時だ。これダメな、サミーですね。やっぱ飛ぶ時すごい飛ぶんですけど、弾丸のように飛んでくるんですけど、結構むずいんですよね。バスみたいなキャストするとダメですね。バスみたいなキャストとペンデラムキャストの間みたいな感じで、弓なりにこの竿で言うとピョンって弾くといい感じなんですよね。ここちょっと見えてますか。でも岩が水深70センチぐらい、80センチぐらいでちょっと岩が見えてますね。じゃあもうちょっと濁ってる方が好きっていう方も多いかもしれないですね。これもダメだな、回っちゃうんですね。おお、もうちょっと水深が浅ければな。まだちょっとね、潮位が高い気がします、トップでやるには。でもまあちょっとこうライブ放送をね、近々ちょっとこう予定させていただいてるんですけども、日曜日の夜とかがいいのか、月曜日、平日のね、そのなんていうんですかね、皆さんが釣り行けてないよっていう時間、時期の曜日に、やった方がいいのか、やっぱ土日にやってしまうと皆さん多分ライブ放送している9時とかだと行っちゃってると思うんですよね、現場に釣りしに。そうするとこう見てもらえる、見てもらいたいんで、見てもらえる確率がね減ってしまうのかなとも思うんで、ちょっとやっぱ一番行く可能性が低そうな月曜日とかの方がいいのかなというふうに思ってるんですよね、勝手なあれですけどね。月曜の夜の9時とか8時とかその辺に始めた方がいいのかなぁとも思っておるんですけども、結構ね、本当にライブ放送したくなるような事案が結構いくつかあったんですよね、僕の中では。結構僕ってね、めでたいことがあるとライブ放送発動することが結構多いんですけど、現場での釣りはライブ放送はまた別なんですけど、例えば今回で言うと、そのランカーがデイゲームで釣れましたということ、トップでねということと、あとはなんだっけな、あとビッグウェイトで釣れた、そのメジャーなね、そこまでメジャーなルアーじゃないにしても、まあ、ね、一応ビッグベイトっていうジャンルの中で釣ることができましたし、本当はメガドックとかでね釣りたかったんですけど、それはちょっとまだチャレンジ中なんですが、あとはそうだな、最大のそのあれ3000人様にね、到達できたらこうね、あれをしようと思ってるんですかね、ちょっとまだ悩んでるんですけども、そのトロフェスさんの開示でしたっけ、見せるっていうか、トロフェスさんが何人いますよ今っていうのをそろそろねこうお見せした方がねいいのかなと思っておる所存ですね。だその辺もちょっとね含めてチャレンジとかライブ放送できたらなと思っているんです。なので皆さん、もしできたら、もしライブ放送した時はぜひ見に来てくださると嬉しいですね。なんか毎回そんなにかしこまった感じでやってないですよね。大会やりますっていう時は結構ね、ホワイトボード使ったりして、第1回七尾ダービーの時はちゃんとそういうね説明とかをさせてもらったんですけど、それ以外はもう基本的に緩くみんなでお酒飲んだりしながら、ご飯食べながら、見てくださいながら流し見して、なんか自分が気になった話題になったらちょっと画面見るかみたいな
感じでもね全然 OK なんで、もし時間合う方はね見に来てくださると助かります。だいたい8時とか、8時はないかな、9時ぐらいからってことがいつも僕の動画あのライブ放送は多い、あこれ飛んだやつだ、ライブ放送は多いんで、ちょっとねぜひ皆さんやった時はよろしくお願いします。さあ出ろ、ここで出なきゃもうトップ変える。追撃はなしか、追撃じゃなくて捕食なし。でもねちょっと普通の沖にぶん投げてやるっていうのもやりたいんだけど、一回あともう一回沖へぶん投げるっていうね、それもちょっとやらせていただいて、で買います。ちょっと垂らし長めにして、僕にしては。いいね、だこうルアーの位置がこうな、こういう状態から、まあ、こういう状態からスーンとこう見えてるかな、こういう状態からスーンとこう、ね、竿と同じように飛んでいけば飛ぶ。あそうか、僕のライン楽器だってなってる。銀ピカ、白目ダメかな、バーンって来てくれんかの。ダメですね。ちょっとじゃあ次はそうだな、ワーム。でも本当にこの場所で言ったらこの H の周りのこの障害物の周りエリアだったらなんとなく狙って取ってる感あるんですけど、そのブレイクとかね、それ以外になっちゃうともう本当交通事故待ちっていうかですね、投げて回遊してくるのを待つような釣りになるんで、まあ、あんまり好きじゃないんですよね。まあそれがすげえ好きかって人もあんまり多くはないと思うんですけど、もちろんどっちかっていうとやっぱバス的要因のある橋桁とかね、そういうまあそれがあんまりないから潮目っていうのを唯一の稼働するストラクチャーっていうか、まあ壁ですよね、水の中の変化を求めるっていうかね、やるしかない時もありますけど、だからこの沖なんかはそうですよね。あ、潮目だ、ラッキーと思って、ブラックバスで潮目があったラッキーだって、あんまりそんなに潮目なんて普通狙わないっていうかね、普通はあんまりやらないですからね多分最近バスの世界からまたちょっと離れちゃってるからまた常識が変わってるかもしれないですけど、ちょっと一回サイドプレス投げてみます。ゆっくりトロ引き、そして終わりですかね。何分、そうです、サイドプレス一回投げて終わりです。よし、一応 37g かなあるんで、まあ、このロッドを耐えられるのは42までなんで、まあ、全然対応範囲内ですね。でもそれでもちょっとでかいんで若干こうね、よっこらしょっていう感じでペンデラムキャストした方が竿の破損は防げるかなと思います。もうウェイク系って言っていいのかな、一応ねリップがこうワイドに開いてるタイプなんで、こうクロスウェイクとかウェイキーブーとかにちょっと近いのかもしれないですけど、ボディが見えますかね、普通にクリ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 っと大振りにこう揺れる感じ、非常にいい感じです。予想よりいい、初めて使ったんですけどもうちょっと潜んないかなと思ったんですけど、予想より潜るんで、でゆっくり巻けば潜んないこともできるんですよね。予想よりいいな。
からこうやって潜るんですね。水深20センチぐらい潜るんですね。このレンジ、まあ、もう10センチ潜らせることができたらそれはそれで理想的ですけど、調整できたらいいですね。ちょっとまずこう最初潜らしてみて、その後維持っていう感じもできますね。20センチぐらいを、3、40センチはちょっと厳しいかもしれないです、水深。もうちょっとエイチの後ろを狙ってみましょう。それでフラタニティですね。フラタニティ、フラタニティって何でしたっけ、 FF の武器でしたっけ、確かありますよ、ね、今フラタニティしてます。そうそう、これはちょっと出そうですね、ボンって。あの夜の方がいいかも。もういいや、ちょっとお試しでやらせていただきました。ということでですね、今は7時8分かということで、ちょっと今日は、スーパータニティで表面チェックとクロスエイクをやってるんですけど、ラインドプレス 160F をちょっとやってみました。で 160F に関しては結構意外といい、好きな感じなんで、フランキーも買ったんで、フランキーも今度ね、夜試してみて、フランキーの大きいやつ買ってみたんで、それも試しつつやっていきたいなと思います。はい、次はね、今日はちょっとまた釣れない動画になってしまいましたけども、また明日も、よろしくお願いします。じゃあ失礼します。また明日、失礼します。